悠久の昔から先人が人として伝えたかったのは、本当のお守りはあなた自身の中にあるということではないでしょうか。日本一の宝石の伝道師えちゃんです。人は自分の人生の中で突然困難に直面することがあります。自分自身ではどうにもならないアクシデントや病気、人間関係、金銭問題、例えば身近でとてもとても大切な人が病気で余命宣告をされたとします。あなたは必死になって神に祈ります。その方の延命や完全治癒を必死に祈ります。またもしも自分自身が大病をしたら、どんなことをしても克服したい、生きたいと願います。人が生死をかけて祈るとき、絶望感に打ちひしがれて負けそうな思いのとき、悲しくてやりきれないとき、大切な人を失ったとき、別れという現実に立ち向かい奇跡を起きてと、慟哭の念で神に無心で手を合わせます。人は永遠の命は持ち合わせてはいませんけれど、強く生きたいという願いを神に伝えます。どんなに年齢を重ねても生きたい思いは変わらない。それが人なのです。生老病死、生まれてからの苦しみは逃れることができないけれど、もしも生まれ変わることができたならと問われたら、やはり今の自分で生まれてきたいと思うものです。なぜなら人は自分自身が大切、そして自分の周りの人が大切だからです。だからまずは自分自身のために祈る、そして周りの身近な人を思い祈る。もし神様に何とかしてほしいと祈るのであれば、まだ自分自身の中に自分だけの葛藤があるのです。自分だけではなく、周りの人、日本中の人、世界中の平和、終わることのない感謝と祈り。人には肉体があり、感情があり、魂がある。命の根源は体、心、魂。祈ることは生きることの定義を確定させるための思いではないでしょうか。だからこそ普遍性の生命を持つ輝き続ける宝石に、人は同型の念を抱くのだと思います。古代の人々は大いなる大自然の中で、その自然と関わり合う自分たちが守られていることを感じていて、その生命に感謝し、さらにその命が続くようにと病気の治癒の祈祷をしていました。日本でも勾玉や大衆といった身辺を浄化して、心の乱れを整えるようなお守りとしての石を活用していました。勾玉は日本歴代の天皇が受け継いできた三種の神器の一つでもあります。魔除けや邪気を払う身を守るお守りとして尊ばれてきました。勾玉の形はお母さんのお腹の胎児の形をしていると言われます。生命が宿る力を表しているのです。そして頭の部分が太陽、尾の部分は月を表すと言われています。太陽と月が重なり合った形は宇宙を意味するものです。古代から悪霊を払う魔除けとして、石の力は不思議な力が宿ると言われていて、東洋も西洋も自然とともに日常の中で身につけるお守りとして大切にされてきたのです。また実際にいろいろな種類の石で病気を治したという古代の文献もあるようです。石には神が宿っていると言われ、生命力を高める呪術的なお守りでした。それが最近のパワーストーンにつながってきます。よく願いが叶うブレスレットとか販売しているところもありますね。それがどこまで持ち主に働きかけてくれるのか、
もちろんパワーストーンにも相性というものがあります。そのパワーストーンをさらに極め、光のエネルギーを凝縮したパワーの強さとエネルギーの高さを持っているのが本物の宝石です。自分にとって身を守る宝石、一石一石が一人一人に相性が合い、身を守るだけではなく現在の、そして将来の自分を高めてくれる宝石、自分に合う究極の宝石は古来からのお守りの呪術的要素以上にあなたを見守る光り輝きを持っています。自分と共鳴する色、光の色を持っているのです。そして優れたカットはさらにその輝きを何倍も増してあなたの心を照らしてくれるのです。そしてあなたの表情が光り輝く、それはあなたのためであり、あなたの周りの人の幸せのためでもあるのです。よく私は宝石は自分を映し出す鏡ですと伝えています。この鏡の意味は、あなたは自分のために、そして人のために輝いていますかというメッセージを含んでいます。あなたが輝くと宝石も輝く、そしてあなたの輝きで周りの人たちも輝き始めるのです。だから時折自分の分身のように自分の宝石を見つめて輝いているかどうか、笑っているかどうか確認してみてください。そうなんです、宝石を見つめるとその宝石の光り輝きで映し出された自分が見えてくるのです。人間には限りある命があります。だから永遠の命の宝石に憧れる。ただ私は思うのです、命の限りがあるからこそ今を思いっきり生き、今身近にいる家族や会社の同僚や知り合った仲間を大切にする思いが込み上げてくる、時間に限りがあるからです。そしてその思いはかけがえのない相手へのお守りです。見守る思い、そしてあなたが宝石のように輝くと、あなたが心の底から欲しかったお守りがあなたの心、そして魂の奥底から輝きながら現れてくるのです。そうです、あなた自身が輝く宝石なのです。悠久の昔から先人が人として伝えたかったのは、本当のお守りはあなた自身の中にあるということではないでしょうか。宝石の奥から輝ききらめいている光を見るたび、それは人が自分や誰かのために祈る魂のきらめきなのだと、そう感じます。命ある限りあなたは輝いている、そしてあなたの大切な人たちを輝かせている、その思いは時空間を超えて永遠に続くのです。それを気づかせてくれるのがあなたの、あなただけのための宝石です。えっちゃんでした。 YouTube を見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録、評価、 LINE アットの登録もお願いします。これからバンバンいい情報を発信していきますので、ぜひぜひお楽しみに。